ゃあちょっとねお話聞いていくと、あの榎本選手は自炊をするそうですね。はい、あの大学の時からずっとやってます。なんか得意料理とかありますか？得意料理は煮込みハンバーグですね。なるほど、あのこれもうちょっと情報、中田情報。お、本当ですか？煮込みハンバーグが得意だって。はい、得意です。しかもそのソースからこだわるそうですね。ソースを作ります、自分で。すごいですよね。デミグラスの、いや、トマトですね。あ、トマトソースか。でもトマトソースもなんか缶詰じゃなくて、もう本当あの丸ごと売ってるトマトあるじゃないですか、あれ買って作ります。お前すげえな、3時じゃんコックじゃん。3時じゃん、繋がったっすね、コックっす。バラティータンいました、すげえ私が繋げてるからな今まあでもそうですね。でも大学の時に、うん、あの自炊が多かったので、そこでなんか作ったって感じですね。休みの日も聞いてあげてください、はい、休みの日の。どういうことですか？休みの日何をしてるか。休みの日はあの公園に行ったりしてます。近くの、はい、何をしに。サッカーをしてます休みじゃないんですよ彼の休みは。サッカーを、はい、え一人で。一人ですね。まあでもそんな長い時間じゃないですよ、ちょっと夕方行ったりしてやってますね。本当に大好きなんですね。サポーターの方々に一言お願いします。まあ、残り8試合、まあ、本当こう手に取れる位置に昇格っていうのがあるんで、まあ、サポーターの応援が絶対必要になってくると思うんで、一緒に戦いましょう。はい、ありがとうございます。そこはワンピース入れないんだ。入れないです。真面目にいくんだ。ボケなしで。さあ次へ参りましょう、はい、続いては選択肢が2つあります。1つ目、ひらめきが大事、間髪入れずに即答できるか、一問一答という名の難問大喜利。2つ目、選手間の意思疎通はプロなら当たり前、彦師匠とともにシンクロ率 100% を目指せ、ということで、どちらに行きますか？それは、まあ、決めてください。シンクロです。シンクロします。シンクロするに決まってるじゃんね。シンクロします。しないわけがない。本当にします。いや、これだけ言ってて楽しみです、はい、お願いしますでは行きます。シンクロ率 100% を目指せ。まず1つ、俺の人生はサッカーだ、丸か×か。せーの。ならない調子悪いですね。丸。はい、シンクロしました。続いて第2問、餃子には酢&胡椒派だ、丸か×。せーの。ならんぞこれ×。あ、シンクロせんやん。すごそうじゃないですか。でも自分あのこれラー油だったんですよ。え、ラー油ですか？いや、醤油と酢。醤油と酢ですか？昨日ちょうどこれ渡辺亮と、あの新加入の渡辺亮とご飯行って、はい、その問題で2人で揉めました。まずはこれで食えっつってめちゃくちゃうめえから食えっつって無理やり。ちなみに渡辺選手は酢胡椒っすか？酢胡椒っす。じゃああと残り4問はシンクロをしていきましょう。はい、はい、3問目、映画は邦画より洋画が好き、丸かバツか。せーの。おい、おおおバツですね。邦画です。シンクロです。さあ続いて、好きな食べ物は一番最後まで取っておく派だ、丸かバツか。せーの。ちょっと丸ですか？好きな食べ物は、はい、取っといちゃうかもしれない。取っといちゃう。取っとくと思う。最後に取っとかない派。まあ、なんか食べます多分普通に。あんま考えないですね。5問目いきます。正直女性にはモテる、丸かバツか。せーの。あれ？バツ？モテません。あれ本当ですか？今謙虚になってますよ。大丈夫ですか？謙虚です。モテません。もうモテないんじゃないですかね。まさくモテます。自分じゃわかんないですよねそんなの。いや、まさくモテます。モテてんじゃなくて多分友達が多いだけ。では最後6問目、丸か×どっち。せーの。間違えた。間違えました。そうね、あ、間違えました。向き間違えた、ね、分かる。これなんか、うん、こっちに丸がついてるもん、ね、そうす、逆なんですよ。なるほどね。丸を外したんですけど、せーの。
こです。ということで、やらせシンクロみたいになってますね。全部はシンクロしなかったけども、やっぱりシンクロ率は高かったですね。はい、はい、好みの問題あったしね。そうですね。好みの問題でシンクロしろって言われてもね。あれはちょっと難しいですね。えのちーのうなるプレー見せてもらいましょう。今日はどんなプレーを見せてくれますか。まあドリブルですね。自分と言ったらドリブルって思ってもらえるようにって感じでドリブルやります。どんな風なドリブルを見せてくれますか。ちょっと目を隠して、すげえな、目をつぶってドリブルしたいと思います。そっち向かっていきます。あ、目つぶります。え、すごい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 、あ、こんな感じ。すごいすごいすごい、すごい、ボール全く見てないですね。ボール見えてる？見えてないです。ボールが足に吸い付いてる。そうです、見ないで。はい、ということで今回はえのちにいろいろと伺ってきましたが、えのちいかがでしたか。いや、楽しかったです。よかった。やりやすいです、引っ越し賞が。いやいや、本当に。いや、今日引っ越し賞もやりやすかったです。やりやすかったです。お互い褒め合って。まあできなかったワンピースの話はね、撮影が終わってから後 後日で語り尽くしましょう。ではごめんなさい。いや、もうワンピースワンピースになっちゃって。じゃあいいですね、いつも通りあのポーズで締めたいと思います。はい、いきますよ、一体感マイシー。